はい、皆様おはこんこん、どうもどんぐりです。プロ野球スピリッツ2015実況プレイパート58ですかね。でね、今回はね、クライマックスシーズン第5戦目ですかねの先発を任され、第1戦目と第5戦目全然疲労回復してないんですけどね。でね、チーム自体はね、今2勝3敗ってことで王手をかけられてて、ね、もう負けられないんですよね。まあね、今回も頑張っていきたいと思います。もしね、今日負けたら最終回なんでね、まあそうならないようにね、頑張っていきたいと思います。それではね、やっていきましょう。まあね、2連勝しないとダメなんでね、ほんとまあなかなか厳しい状況なんですけどね、まあやらないとね、勝たないと前に進めないんでね。でもオリックス打線がすごいですからね、今ね、大谷のその1回戦目はなんとかね、完封したんですけどね、2回戦っていうか、2試合目、3試合目、4試合目はね、9点、10点、10点でしたからね、オリックスの打線が今すごいことになってますね。まあみんな調子もいいですしね、ほんと。まあ何も言えないんですけどね、今はね、ほんと。まずはファイト。とで、ここのギリギリの立場でね、あまりスタミナも回復しない、大谷も出さないといけないぐらいね、今やばい状況みたいなんでね、まあそれに期待に応えれるようにね、頑張っていけたらなーって思いますね、ほんとね。クライスボール、まあ、ほんとね、ここが大事なんでね。 OK、 なんとかね、6回7回ぐらいまでね、2失点ぐらいで抑えたいですね。なんとか5点ぐらい入れてくれないですかね。でも西君結構能力高かったですよね。金子千尋からね、まさかの9回にね5点入れるっていうね、まあ、大谷は全然打てなかったんですけどね、なんか集中できなかったですね。 OK、 ナイスボール、ナイスボールじゃないんですけど来てますね。糸井のやっぱり成績すごいですね。まあ30本ぐらい本当は打ってほしかったんですけどね、まあ95打点ってことでね、やっぱりこんなバッターが3番にいてくれたら、回せたらどうにかなるとか思うでしょうね、やっぱりね。三振、いい出だしですね。うわー、初回には前みたいに行っても連絡くれなかったですね。そんなね、前みたいにね、何回も何回も完封できるような相手じゃないですからね、なんとか3、4点取ってほしいですね、前みたいにね、本当に取ってほしいですね。OK、ナイスボール。ブランコもね、絶好調ですもんね。すごいですよね。様子見、永遠様子見しててほしいですね、本当ね。あ、やばい、もう、うわ、甘く入ったの、いかれた、やられたな、今の。まあ、言ってんのはね、しゃあないから頑張っていきましょう。OK、ナイスボール。いや、せっかくなんで勝ちたいですよね、本当ね。変化球タイミング合いません。まあ勝てるかどうかは分からないですけどね。うわー、おガンガン打てられますね。やっぱり絶好調の相手はやばいですね。そうそう抑えないですね、やっぱりね。初回の3三振は本当出来が良すぎましたね。やっぱり打線が今すごいですね。 OK、 どうだ、いやー完全に入るの遅れた。それファースト入っちゃダメなんですかね。ファースト入った方が絶対早いと思うんですけどね。まあいいや、文句言ってもしょうがないんでね。 OK、 ナイスボール、フォーク、わお、あ、レアードやった、どうだ、おお、間に合った。やっぱりレアード間に合わすんですね。そこがレアードの技ですよね、ほんとね。まあ2点はや、2点目はやらないようにね、しないとね。まあ、ブランコのあの当たり、 OK、 あ、どうだ、間に合う、間に合いますね。なんかポロポロしてますね、皆さんね。どうしたんでしょうね、結構もうやる気がなくなってきてるんですかね。お、さすがですね、ハミッタ分かってますね。同点にしたらいいってことを分かってますね、ほんとね。いいですね。うわ、セカンド、そうですね、まあね、なんとかなりそうですね。この回はピシャっていっときたいですね、ほんとね。絶対糸井にランナー2塁とかで回したくないですね。そんなこと言うと打たれるんですよね、俊太にね。クラスボール、俊太ほんとね、このね、あのオリックス出せにはカモなんでね、ラキラキー、ほんと。でも小屋のも全然カモじゃないですからね。2番に小屋のがいる打線ってどないですか。日ハムの元4番ですよ、ほんと。
でも4番バッターって感じじゃないですけど、なんかね、サブローみたいで、ね、つなぐ4番って感じですよね、本当ね。やっぱりどこ行ってもスタメンは取りますよね、相変わらずね。守備がうまいですもんね、本当ね。全然守備がうまそうな顔してないんですけどね。うわ、そのスライダーをそんだけ綺麗にはたけたら、それはもうレギュラーですよね。無理ですわ。糸井はね、まあ、もう運良ければアウトになってくれるって感じでしか見れないんでね、もうね。うわ、今ストライクって言ってほしかったな。クエのアイスボール振ってくれなかったですね。縦スラどうだ、あっとやった。うわ、厳しいな。オッケー、ラッキー。やつきの回1点ぐらい入れてくれたら楽ですね。どうなんでしょう、そんなうまくはいかないですかね。いや、そんなうまくはいかなかったですね。次の回クリーンアップからなんでね、期待したいと思いますね。いや、ほんとブランコ来ましたね。うわ、もう危ねー。さっき何が抜けたんでしたっけ、スライダーでしたっけ、縦スラかなんかが抜けたんですよね、追い込んでたのに。あっ、うわうわうわ、めっちゃ手が滑った今。危ねー。5番バッター中島、まあ良かったですね。ストレート打たれたというか、もうすごい当たりされましたよね、さっきね。オッケー、セカンド。ラッキー。この回ピシャッといってね、次の3、4、5になんとかしてもらいたいですね、本当ね。本当になんとかしてもらいたいですね。そんなスタミナもね、絶好にある感じじゃないんでね、完投は難しそうですからね。途中でバテれますからね、きっとね。お、ライトどうだ。ああ、綺麗に間抜けていきましたね。ピシャッとは生かしてくれませんね。特に T 岡田はなんか大谷打つのうまいですもんね、ほんと。出ましたね、坂口。ケロアイスボール。ナイスボール。もう一球行きときたいですね。フォークですかね、多分。オッケー。やっぱり迷った時のフォークですね。お、あ、失敗したんかよ。そこは決めてほしかったですね。せっかく先頭打者ヒット打ったんやからね。いや、そこのクリーンナップでなんとかしてほしかったですね。ショート、うわー、抜けた。厳しいですね。その初球をきれいにレフトに持っていけるその力なんなんでしょうね。なんかあれですよね、シンプルなバッティングですよね、糸井ってね。うわ、バントですか。バントしました。絶対間に合わないですよね。投げたかったんですけどね、間に合うかどうかね。まあでもね、いらんことしてね、一塁になられるのはうざいんでね。さあ、ここは糸井だけで回したくないですね、チャンスでね。なんとかこれしのいどきたいですね。ラッキー。まあね、シュンタはカモなんでね、シュンタは大丈夫なんですよ。小屋のはカモじゃないんですよね。ナイスボール。まだピンチが続いているわけですけど、このまま点をやらずに気を受けたいですね。ストレート打たれそうですよね。どう？オッケー。ラッキーラッキー。よかったな。やっぱりアウトコース打つのうまいですよね、小屋のね。いや、それにしてもピシャッと抑えられてますね。6回ですか ?7 回ですか今。6回ですね。いやー、そろそろ1点欲しいですね。今日ナイスボール、いいね。また同じような感じですよね。また9回に糸井とかと始まるって感じですよね。このピシャッと抑えとったらね。いや、ほんと気が抜けないですね。さあ、小宮山さん、まずは先頭バッター。振る気ないですもんね、ボール球にね。塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。全然振る気ない糸井。嫌ですね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。うわー。1、2、3を破る。そうですか、そうですか。そんだけ綺麗に運びますか。いやで、35個も盗塁してますよ、本当。厳しいですね、本当。これアウトにしてほしいですね。オッケー、ラッキー。絶対盗塁してくると思いましたね。やっぱりいい方。最高ですね、今の方は。うわー。素晴らしいスローインでしたね。そのストライクって打ってほしかったですね、本当ね。内角に投げづらいですね。打ちました。これはどうだ。うわあ。センター前。まあ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 。通りでアウトにした分いいと思いましょう。あそこのベストピッチのストレートをもう打たれたらしょうがないですよ。ここはうまく打ち返されてしまいました。中島ですか。次 T 岡田ですよね。
オッケーオッケーオッケー、ラッキーラッキー、めっちゃかっこよかったですね、打ち終わった後のあのフォロー。まあセンターフライだってかっこ悪いんですけどね。あと T 岡田抑える気しませんよね、本当ね。なんかどこ投げても打たれるイメージありますね。怖いな。いや、どこも投げる球がないですよね。お、ナイスボール。高めとか振ってくれないですかね。お、ラッキー振ってくれましたね。さあどうですか。お、いやー、そのツーベース生かしてほしかったですね、本当。いや、そろそろ大谷もダメですよ、集中力持たなくなってきますよ。そろそろ取ってくれないとね、重荷になりますよね、本当ね。この1点のね、しのぎ合いはね、勘弁してほしいですね、本当。打線しっかりしてよ、担ぎないんですかね、本当。あんだけね、あのシーズン中はね、打ってたんですからね、しっかり働いてほしいですね。まあ、では次レアードっていうのはね、ハミータにもあるんでね、あの両外国人はね、本当信頼してるんでね、絶対なんとかやってくれると思います。何かしらはやってくれると期待してるんでね。お、ファール、ファール、よかったよかった。1点でいいんだね。おーおーおー、危ない危ない。スローカーブですかね。甘い、ファールファール、オッケーオッケー。あぶね、めっちゃ甘かったですね今ね。ラッキー、アホですねあいつね、アホや。それにしてもいいフォーク。いや、今日は平野じゃなくてよかったですね。平野の方が絶対厄介ですからね。まあそんなこと言ったら打たれるんでしょうけどね。そういうこと、いらんこと言うから打たれるんですよね。落ちる球を持ってきました。高めとか振ってくれないですかね。うわ、抜けた、最悪。フォーク、どうだ、オッケー、ラッキー、素晴らしい。この辺でね、うわ、レアードもハビッタもやってくれなかったですね。そんなに西調子いいんでしょうね。ゲームは8回に入ります。すぐね1点返してくれたんでね、今回も点取ってくれるんかなって期待したんですけどね。まあそう甘くはないみたいですね。同点で迎える8回です。うわ、この回怖いですね。展開、危ねえ。デッドボールだけは勘弁してほしいんでね。まあね、シンタはね、いつも通りね、フォークボール絶対振ってくれるんでね。なぜか知らないですけど、シュントは絶対フォークボール振ってくれるからね。お、あるか、危ねえ危ない。小屋のはやっぱり外角投げない方がいいですよね。うわ、危ねえ。うわ、力みましたね今ね。インコース落としました。そんだけ見逃せるんですね。オッケー。まあそんな縦スラとフォークボールがね、そんなうまいこと2つとも同じコースに来たら振りますよね、それはね。もう糸井はランナーがいないからね、ラッキーですね、本当。これアウトになります？なりませんよね。そんななりませんよね、そんなゴロでもね。いやですね、ブランコ迎えるのここで。また初球、セカンドの左。間に合って、オッケー、間に合った。うお、ラッキーラッキー。あぶねえ、ほんと。どうですか、1点入れてくれませんか。1点入れてくれませんね、ほんと。まあさよならにかけるしかないですね、もうね。打線がなかなかエースを援護できてませんね。ほんとですね、援護してほしいですね。そうですね、なんとか打線も答えてほしいですね。答えてほしいですね、ほんと。オッケー。1塁アウト。あのブランコの失投以外は今のところはなんとか抑えれてますね。バッターボックスは、まあ、1回ね、1、3塁とかあったんですけどね、まあ、そこはなんとか耐えれてよかったですね。まあ、あのね、糸井のね、盗塁をさせれたのがね、一番でかかったでしょうね。あのとブランコにね、ヒット打たれたんで、1、3塁とかなられてましたよね、きっとね。あれはラッキーでしたね。初球に走ってくれたのがよかったですね。低めの変化球は決まりません。木岡田はもうヒットはしゃあないでしょう。うわ、ライト線、ファール、うわ、普通にフェアでしたね。いやー、ここでのワンアウト二塁は厳しいですね、本当。嫌やな。さあこのピンチ、ランナーを置いて。誰ですか、坂口ですよね。バントとかしてくれないですかね。絶対しないですよね。うわ、甘い。うお、ラッキー、見逃してくれましたね。OK、フォーク。平気で見逃してきますね。ファウルです。
ッケーオッケー、ここでフォーク欲しいですね。振ってくれないですね。オッケーオッケー、いやこれでここを抑えないとダメですね。絶対抑えないとダメですね、伊藤ね。ここはほんまに勝負しなくてもいいですよね。まあ、もし抑えれたら抑えれたぐらいでいいぐらいですよね。うっ、オッケー、焦る。オッケー、レアードで飛んだらもう僕は絶対的な自信を持ってるんでね。いや、なんとかピンチを抑えたんでね、ここは一発やってほしい。おっ、やりましたね。なんとか勝ちました。素晴らしい中田。勝ってる。なんとか勝ってましたね。オッケーオッケー。なんとかクライマックスシリーズね、2連勝ってことでね、大谷自体は良かったんですけど、次の試合勝ってもらわないとね、この回が最終回になっちゃうんでね。大谷自体はね、本当オリックス戦2試合ともいいピッチングできましたね。ハミータやっぱ打ってくれましたね。大手だーってことでね、ここはいつも通りカットしましょう。はーいってことでね、契約更新の日が来ましたね。いや、大谷くんってことで、一番最初にね、こんな夏みたいな顔って言ってから、結構経ちましたね。いや、あの時が懐かしいですね。私の席に座れたまえってことで、さて、まず査定の前に来期も現役を続ける意思があるかどうか確認させてくれってね。何歳やと思ってるんですか、ほんと。もちろん現役ですよ。うん、もちろん現役で。念のために聞いてただけで気を悪くしないでくれ。では、いよいよ今年の君の成績を確認しながら査定を始めるとしようってね。さて、投手と野手の二刀流を掲げて送ってきてもらったシーズンだが、投手としては29試合に登板、19勝5敗ってことでね、悪くないですね、防御率は 2.17。さらに全部で82試合と出場したんですね、バッターの方はね。打率が3割5分1厘、ホームランが8本、打点が34、二盗塁かってことで、ね、ふむ、期待以上の働きをしてくれたようだってことですね。お、嬉しいですね。1億7000万。7000万アップ。もう少しなんか言ってほしいですね。あ、何の契約更新のこうなんか査定もできないんですね。まあ、7000万アップってことでね。お、FA ですね。お、松田とか FA するんですね。しなさそうなのに。マートンとか、あ、青木とかはね、あの外国人の、外国人っていうかね、移籍選手を取ったんでね、やっぱり入ってくるんですね、青木とかもね。日本復帰なんですね。じゃあね、今回のこの企画はね、ここにて終了したいと思います。まあね、さっきも言ったんですけどね、まあ感想的にはね、やっぱり面白いですね。何と言ってもリアリティがあってね、いい感じの本当にの、ね、プロ野球をしてるような感覚にならしてもらえますよね、本当。まあね、また次回ね、このプロ野球スピードのね、企画も何かしていきたいなって考えてるんですけどね、まあここではまだ発表しないでね、また次の機会ね、見てくれることを楽しみにしながらね、楽しみにしててほしいなと思います。それではね、今回見てくれた方はありがとうございました。また次の企画楽しみにしておいてください。それではね、大谷サムライドをね、ここにて終了したいと思います。それではね、さようなら。